だったね。ねえ、あけみちゃんさ、何かにあげた、うん、そんなの人に
前に恥ずかしいからひろこちゃん自分から先言ってよ。私あげたわよ。あげたの？あげたわよ。どんくらいあげたの？13個。13個もあげたの？何それ。ギリチョコ。なんだ全部ギリチョコ。ギリチョコしかないのよ、この年になったら。そう、私なんてね、本命。褒めしかも3人よ。3人も褒めがいるの？そうや。体が大きいだけじゃなくて、気も大きいのね。まあ、それ3人もあげちゃうの？3人褒めよ、私。え、誰にあげたの？1人は、お父さん。お父さんか。お父さんにもやっぱり愛があるもんね。義理じゃないもんね、お父さん。義理じゃないわよ。じゃあ、あとの2人は？あとの2人は、愛があるの。え、愛があるの？誰？誰でしょ？だから誰よ。あとの二人ももちろん愛があるわよ。だから誰よ。あとの二人は相方ほら愛があるでしょ。あくみちゃん、はい、相方の愛と、ラブの愛が漢字も違えばね、意味も違うのよ。あら、漢字も意味も違ったの？違うわよ。あら、そう？可愛いじゃないわよ。I love you の人に、ラブの人にあげるのよ、本当は。あら、そうだったの？そうよ。全員本命よ。全員褒め、はい、あ、そうね、私もね、13個全部褒めにしちゃうわ。13個全部褒めずるい。でも来年は私も何かに褒め考えて頑張ってあげる。そうだね、また来年も頑張りたい。でも1年に行ってね、バレンタインだけ頑張ったのもダメなのよ。大丈夫大丈夫。日頃ね、さ、日頃美しく感謝しないとね。はい、感謝の心ね。はい、じゃあ始めましょうか。始めましょう。はい、じゃあ、このね、笑いバトルはその前に言わなきゃ、優勝者には賞金。そう、賞金出るのよ。賞金出るのね。そう、皆さん頑張ってほしいですね。出てる人たちもちゃんとね、やってるのを見て、見て誰にしようかなって最後に投票ね、そうしてもらわないと。今日初めての人もいるかもしれないので、2組丸していいんです。自分のも入れてもいいのよって感じ。はい、他は他の人もいてない。そうそう、もちろん2組入れていいのね。じゃあ始めましょう。はい、1番目はゴスト、ネイビー、かかってこいよ。はい、どうもどうもどうも、こんにちは。こんにちは、ゴストネイビーです。よろしくお願いします。あ、本当ですか。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。ね、本当に。じゃあね、ちょっと話聞いてくれるかね。どうしました？俺最近さ、あの、つきたての餅っていうのを久々に食ったわけよ。あ、つきたての餅をね。めちゃくちゃうまいな。まあ、つきたての餅は美味しいでしょ、それは。いや、俺それでさ、あの、餅つきしてえなと思って。あ、いいじゃないですか。まあ、やり方わかる？まあね、でもあの、ネッシーって見たことあります？何の話よ、お前。いや、ネッシー見たことあるかなと思って。いや、ねえ、ネスコにいるらしいんですって。ネスコにいるらしいっていう話は聞いたことあるよ、今日ちょっとネッシーの話をしようかなと思うんですけど。いや、餅つきしてってそういう話したじゃん、今。あ、餅つきね。餅つきな。すいません、すいません。お前やり方わかんの？いや、餅つきは手順は簡単ですけど、あれね、この年でやると腰をやりますよ。あ、まあ確かにそういうのあるわ。そういうのあるわ。まずね、もち米を用意するところから始めなきゃいけない。そうですね、もち米を用意するのはね、これ一番ね、腰折れるんですよ、本当に。あ、まあ確かにそうかもね。あ、腰折れる。あー、腰折れるわ。ちょ、お前何してんの？田植えですね。あ、いや、ちょ、上、集合。どうしました？なんでそっから始めた、お前？え、もち米を準備するところから始めるでしょ？まあ始める。家にないから。うん。もち米栽培しないとダメだろ。すいませんね、皆さん、ちょっとバカ連れてきて。本当に。スーパーでも買える。まあ、スーパーでも買えるんですよ、ね。なんだその手のひら返しは。スーパーでも買えるんですよ、ただし。いや、あと今だったらアマゾンでも買えるわ。アマゾン。いや、アマゾンの米なんか食べられないですよ。なんで？南米の米よりもジャポニカ米だろ、お前。日本人の通販だよ。お前、通販で南米の米買おうとしてんのか。通販会社の名前だよ、お前。そこで日本産のもち米買うんだよ。あ、なるほどね。アマゾンで何でも売ってるんですね。何でも売ってるよ。まあでも、もうそんなことならアマゾンで餅買いましょう、餅。本末転倒だよ、お前。何が？ともこもねえよ、餅買ったらよ。餅をつくんだろ？じゃあ餅買えよ。あな、もち米から餅をつくのが、あの、餅つきってやつだよ。いや、餅つくのが。うん、でも正確にはもち米つきじゃないですか。あ、じゃあそれでよ、お前めんどくせえな。勝ちました。勝ちましたじゃねえ。勝ちました、お前。ご覧くださいね。これをね、あの、前日のね、水につけておくわけよ。水につける。なんでですか？あの、柔らかくするのに。あ、なるほどね。でも柔らかくしてない水よりいいものがあるよ。何あれ？芯なんか取れねえんだろ。食わせるねえだろ。な、食わせるゼロだろ。ふやふやになるぞ。いやいや、かましいよ。お前の頭だよ、お前。ふやふやになってる。ふやふやにしようぜ。いやだ。水じゃないとダメなの。難しいっすね。いや、簡単だろ。でも今のところわからないところある。ああ、わかんないことですか。あ、サーモンってあるじゃないですか。うん、サーモンあるな。鮭って言います。鮭って言います。あの、でね、これを蒸すわけですよ。蒸しされたぜ、おい。で、こっから本番。お前つくやつ。大丈夫か、お前。つくやつ持ってこい、つくやつ。つくやつ？うん。あー、まあ一番ね、大事ですからね。醍醐味だから。うん、つくやつ、こういうやつね。そうタルトね。は？金槌でね。パコーンってね。鏡割りかも。てぇな。
いてえ鏡割りかお前。お前が言い出したんだよそれを。横綱昇進おめでとうじゃねえんだよ。わけわかんないこと言ってんじゃねえぞマジで。頼むよ本当に。僕はいもうこれ綺麗な、うん、じゃあ薄、うん、はい、うん、じゃあお前これついてこい。あ、これをね言いたかったの。あ、それだよ、それ以外ねえんだよ。まあでもあのお正月とかやっぱ餅つきじゃないですか。あ、餅つき。僕あの親戚とよくあのスマブラとかして。いやもう余計な話いいからつけよ。はい、行きますよ。はい、行け行け。なんでその動き。怖い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 。いきんし怖いしやめろよお前。なんだその動き。え、スマブラやったことないですか。やったことねえ、知らねえよ今じゃねえ。スマブラのあの分かった分かった吹っ飛ぶやつ。吹っ飛ぶやついいからお前もう貸せ。俺がつくわ。僕じゃあこねますね。こねろこねろ。よいしょ。だごめんな。うん、嘘だろう。今のはごめん、うん、合わせるじゃん普通。わかる。俺せーのって言うから。せーのって合図出せよ。せーのって合図出すからな、うん、ごめんな、うん、いくよか。せーの、よいしょよいしょよいしょ。お前一回できたじゃん。悪魔だ。うるせえよ。もう分かった分かった。お前が合図取る。犯罪的だ。うるさいよ本当に。いや、お前が合図出せよ。僕が合図出しますから、ちょっと合わせてください。合わせますよ。せーの。よっしゃー。やってんじゃん。もう自分から来てんじゃん。なあ。鬼だ。バカなの、本当に。何をやっている。もういいわ。もうその藤原竜也みたいなのいいからさ、餅食おうぜ、できたから。餅を食いますか、餅を、ね、俺砂糖醤油で食うから。砂糖醤油ダメダメダメ。なんでだよ。今日俺が特製のタレ用意してきたから。あ、そうなんだ、うん、まあ砂糖醤油もいいかもしれないけどね。今日俺が用意したのは豚骨アクエリアス。これまずいよお前。なんだ豚骨アクエリアス。あれ、もしかして豚骨スープが嫌いなんですかねこの人。大好きだよ。あ、アクエリアスが嫌いなの。結構好き。じゃあいいじゃねえかお前。じゃあオッケーになんねえんだよ。だったらいいだろう。だったらいいだろうってならねえんだよ。ダメなの。普通のやつで食うよ、うん、俺は。あ、そうですか。うん、うまい。あ、美味しいと。これが一番。まあ僕はね、あのほら信玄餅みたいに黒蜜をかけても美味しいんじゃないかなと思って。おお、いいじゃん。うん、おいいよいいよ。でもあの常日頃黒蜜を持参してないわけだ。まあなかなか持ってないよな。そういう時は井川さんが喉に餅を詰まらせて死ね。なんで。人の不幸は蜜の味ってな。全然うまくねえ、もういい加減にしろ。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お餅つきさん、危険だよね、やっぱりね。お餅は美味しいけど、手をね、そうそう、痛かったらかわいそうよね。大丈夫だったかしらね。うん、なんかきっと手が腫れてるかも、ね、私の手よりも、うん、ねえ、なんか、うん、でも本当、お餅つきっていうのは、うん、その合うの呼吸だから。そうよねえ、うん、やっぱり合う人じゃないと無理ね。ね、はい、そうね。はい、じゃあ次の方。はい、はい、次は渋健。はい、かかってこいよ。どうもー、バスケ大好き芸人こと渋健でございます。お願いします。いや、今日はですね、バスケ用語をですね、わかりやすく売れない芸人あるあるに置き換えていこうと思いますので、よろしくお願いします。まずこちら行きましょうかね。こちらですね、ワンオンワンっていうバスケ用語、皆さん知ってますかね。これはですね、バスケにおいてはですね、一人対一人の勝負をすることをワンオンワンと言うんですけども、売れない芸人で言うとこちらですね、お客さんが一人しか入っていないライブでピン芸人がネタを披露することです。これね、はい、ありますよ。はい、ちなみに今日はね、ワンオンゼロですね。はいね、続きましていきましょうかね。こちらバスケ用語、ダブルドリブル。これはですね、ドリブルをついて持った後にもう一回ついてしまう反則のことでございますけども、売れない芸人で言うとこちらですね、賞レースの一回戦で落ちたのに名前を書いて再エントリーすることですよね。はい、ありますからね。芸歴長い人とね。あ、そうですよね。はい、続きましていきましょうかね。こちらバスケをゾーンディフェンスですね。これはですね、普通バスケって相手に対してつくんですけども、これはですね、決められた場所でディフェンスをすることでございますけども、売れない芸人で言うとこちらですね、居心地のいいライブにしか出ないことですね。はい、ありますよね。ちなみにこのね、番組のね、芸人さんの方ですからね。はい、続きましていきましょうね。こちら、バスケ用トランジションですね。これはですね、オフェンスからディフェンス、ディフェンスからオフェンス、要するに切り替えのことでございますけどもね、売れない芸人でいうとこですね、ライブが終わってからすぐバイトに向かうことですね。はい、そうですね。僕もこの後ね、すぐね、あの牛丼屋にね行くんでね。続きましょう、こちら行きましょう。ファールアウト。はいね、バスケってね、5回ファールしたら退場なんですよね。これ売れない芸人でいうとこちらですね、滑りすぎてライブの途中で帰ることですね。よくありますね。僕もね、これからファールするんでね。はい、でもね、皆さんね、僕ね、売れない芸人やってますけどもね、バスケも芸人も諦めたらそこで試合終了ですよ。バスケも芸人も諦めたらそこで試合終了ですよ。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかね、うん、バスケも芸人も諦めたらそこで終了。諦めちゃダメなの ね、やっぱりね、常に諦めずに頑張ってくれる、ね、彼は本当にね、バスケやってんだよね。あ、そうだ、芸人バスケ、あ、結構ね、強いらしいの今ね、運動するとね、うん、そう、もう見るからに、ね、スポーツマンよ ね、 ね、うん、なんかそこで笑っちゃった。本当に本当にスポーツマンな感じがするし、そうでしょ、そうよ、運動はね、いくつだってもね、はい、やった方がいいから、ね、そうですよね。はい、では次の方、はい、続きまして、レンボーグランド根本、はい、かかってこいよ。はい、どうもー、レンボーグランド根本です。ドキンチョドキンチョ、今日はね、私根本翔一のこれって必要っていうのを皆さんにね、言いたいと思います。今回は今年の漢字1文字、これについてね、ちょっとこれって必要かなっていうのをね、皆さんに言いたいと思います。今年の漢字1文字、まずね、大体あれいろいろこうやってますけど、基本的に覚えてる人はいないんですよ。今年の漢字 1文字って言ってても、過去10年とか何にもこうスマホとかで調べないで覚えてる人多分いないと思いますよ。あと、ちなみに、あ、ちょっと、今年の漢字覚えてる人いないんです。そもそもなんで1文字、1文字で1年間語るのは無理、今年の漢字1文字って言ってますけど、あれ1文字でさ、1年間語るのはちょっと難しいよね。それに便乗したのが武田壮雲、武田壮雲知ってますか、習字家の。でも覚えてる人いない、あの人がね、すごいね、なんか書いても結局覚えてる人いないんですよ、武田壮雲。しかもね、あの人の字はね、書いた字を見ても字が汚くて読めないんですよ。あの人すごい、なんかすごい書いてそうに見えても結局なんていう漢字を書いてるか分かんない。本当にそれでも書道家なのかなと思いますよね。ということでね、根本翔一のこれって必要、もうこれくらいもね、どんどん皆さんに言っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかこうめくり損なったのが一番面白かったかな。そんなこと言ったら怒られちゃうかな。もっと何か聞きたかったね。そうね、これからまだね、いろいろ出てくるのか ね。でも今日もね、はい、一人で今日は頑張って、うん、根本さんね、頑張ったのね、頑張ったのね、頑張ったのが伝わったかな、みんなに。はい、次の、はい、次は、はい、手巻き寿司かかってこいよ。はい、どうもよろしくお願いします。はい、どうもお願いします、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 頑張ってボディボディで、ね、奥田原沢でやってまして、内野原沢さんね、ちょっとね、緊張したらね、汗がすごい出てくるんでね、そこは勘弁ということでよろしくお願いします。変な言いがかりよしてもらっていいですか。何ですか。これ汗じゃないですよ、豚汁です。くだらねえわ。いや、俺をね、寸胴に入れてコトコト煮込んだら美味しいスープできると思うんですよ。誰が飲みてんだよ。え、いります皆さん。いらねえよ。いる、聞かなくていいんだよお前。今ちょっと味調整。なんで根本さんに聞いてんだお前。今ちょっと気持ちが悪いわお前、ほんとによ。あら、味見してもらっていいですか。いやに決まってんだろ、しない、ね、よろしくお願いします。自分で吸うんかい。いや、もうええじゃねえんだよ。半数じゃねえんだから思ったよりまずいっていうね、あげらんないですよ、これ、ね、なるほどね、まあまあ、頑張っていきましょう、まあ、話は変わりますけどね。何ですか。結婚式呼ばれまして、まさかのね、うん、スピーチ読んでくれと。おう、これ緊張するじゃないですか。いや、めちゃくちゃ緊張する、ね、やったことないんでね、うん、練習していいですか。あ、いいよいいよ。これ文章考えてきたんで、うん、まず今日言ってね、まあ、うん、言っていくんで、うん、なんかこう間違ってたら指摘してもらっていいですか。あ、いいよいいよ、いいよ、うん、じゃあお願いしますね。たかしくん、ゆうこさん、ご結婚おめでとうございます。あ、いいんじゃないの。この手紙は僕の手汗でぐっちょぐちょびっちょびちょになってますが、よろしくお願いします。どうも。ダメに決まってんだ。ちょっと待って、すげえべちょっとしてんなお前。緊張してんのかお前、大丈夫か。やべえぞこの汗。なんでハンカチ持ってんですか。そこじゃねえだろお前、すごいんだよ汗がよ、ほんとに。でもね、豚汁だし、これ汗じゃないし、うるせえな。汗腺爆発しますから俺ね。なんなのもうね、病院行ってこいやじゃん。病院は行かないですけど、ほんとにこれね、意地でも行かないですよ、ほんとにね。なんか落ちてますけど、ね、うるせえなお前。なんか落ちたっていいだろう、ね、お前無限ループだからこれ、もうほんとにアドリブでお前何か対応すんのか、芸人さんだよ。痛い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 、ほんとに。あ、ごめんごめん、話進まないから次行きますよ、ほんとにね。何よ。結婚には3つの袋がございます。あ、そうですか。お袋、うん、堪忍袋、うん、レジ袋の3つがございまして。くだらねえよ。ネタめっちゃ滑ってんだよ。頭でも滑らせてネタでも滑んじゃねえよお前は。
なんだよ、俺ガキかよ、俺本当にマジで俺。ガキじゃねえよ、ガキじゃないんだよ、分かってるわ、痛いってだから。痛くねえだろ。ナイアガの滝になるんで、原さんの滝か、本当に。もう長いよ、本当に。もうやかましいよ、本当に。痛いんですよ、長い長い、本当に。もう話進まないから、本当に。お願いします、本当に。もうね。そうなの、うるさいよ、本当に。痛いよ。いや、うるさいよ。今、次行こうと思ったのに、今。なんすか、これ、マジで。これも取り上げたら、もう俺のこと見てないでしょ、あなた、本当に。もう、ね。ドヤ顔で言うんじゃねえよ。マジで。なんで、なんで2枚目持ってんの、あなた。いいだろ、そこは。なんで。早く進めないよ。もう話進まないよ、本当にもう。しまってきますよ、こんな本当にもうね。最後になりますが、たかし君、ゆうこさん。これからも不幸せにお過ごしください。どうもありがとうございました。ありがとうじゃねえんだよ、お前。もう痛いよ、ほんと。これもうネタもう、練習とかどうでもいいよ、ほんと。こんなの。もうね、もう叩けないように、真剣白羽取りするんで。来てください、ちょっと。行くよ。できてねえじゃねえかよ、お前。バカじゃねえよ、お前。いや、もうこんだけぶってくんだったら、金もらいますからね。10円ずつもらいますよ。10円ずつ、ね。10円。何だよ、20円。30円。40円ゲッツ、お前。40円ゲッツ、うるせえよ。50円。うるせえんだよ。これもね、吹いとけよ、お前は。吹かないで。汗吹いたら俺死んじゃうから、原さん。葉っぱか、死んじゃうから、原さんは、ほんとに。やめてください、ほんとに、もうね。なんだよ。何ディフェンスディフェンスディフェンス後ろがガラッおいおいもうバカじゃないの、大木田さん。なんだよ、練習どうこうよりも、俺練習するよりもね、汗止める練習しておきます。最初にしてこい、いい加減しろ。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと痛そうだったね。なんかさ、すごい痛そうでかわいそうだなと思ったけど、10円ずつだん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 足されたら、やっぱりいいかもよ、叩かれんのも。ねえ、あれさ、さあ、うん、私たちもさ、うん、ちょっと、ね、叩くの、いやー、叩くの、いやー、叩くんじゃなくて、ちょっと軽く叩かれて、うん、10円、私は100円ずつやってほしいわ。そうだね。10円じゃちょっと嫌だね。10円じゃ嫌だわ。そうだ、はい、わかりました。じゃあ私も、はい、うん、じゃあ、はい、次は、しんちゃんず、はい、かかってこいよー。みなさん、こんにちは。発明家のドクター村上です。今日は皆さんに私の発明品を見ていただきたいと思ってやってきました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずはですね、皆さん、携帯を電車の中とかで覗き見されるのってあれ嫌ですよね。そこででね、私はね、これさえあれば覗き見されない、そういったものを今日は作ってきちゃいました。どういうものを作ったかと言いますとね、まずこれが普通の携帯のスマホカバーですよね。これをですね、こういう風に改造しちゃいました。これわかります？こうやって携帯を見るんです。そうすれば覗き見されない、便利でしょ。これね、実際に電車の中で試してみたの。そしたらね、見られないの。携帯がいじれないから、ホームページも見れないの。意味ないの。なんでこんなの作っちゃった。嫁には、あんた、スモールライト作ってちょうだい。そしたらあなたを小さくして掃除機で吸っちゃうからって言われちゃった。続いての発明品ですけどもね、続いてはですね、暗い夜道をこう歩いていて、ずーっと後ろ誰かついてくるとちょっと気になっちゃいますよね。そこでね、私はもうそんなことにならないようにこういったものを作っちゃいました。これさえあればもう前向いてても後ろが見えちゃうんです。これです。これ見てください。これはですね、ここにね、後ろ向きにカメラをつけたことにより、そして後ろの映像がここで見れるの。これ便利でしょー。これね、実際に試してみたの。そしたらね、ここに映った映像がね、こちらなんです。これなんですけど、肝心な夜はこうなっちゃうの。真っ暗だと結局映らないの、見えない。なんでこんなの作っちゃったんだ。しかも怪しまれ、職務質問までされちゃった。これで何やってんだって。で、私はこれは私の発明品で、そんな変なことには使ってないって言っても信じてくんないから、しょうがないからうちの奥さんに電話して、助けてくれ、頼む、説明してくれってお願いしたの。そしたらうちの奥さんが、おまわりさん、お願いですから、
お願いですから、うちの人、うちの人、遺産地ぶち込んでって言ってたの。なぜなんだ、幸子！幸子！続いての発明品ですけどもね、続いてはですね、皆さん、こちらなんです、これ。これ見てください。これはですね、餃子の皮を乗せるんです。そして、あん、中身をこう乗せて、そしてこうするだけ。こうするだけで、餃子の皮が包めるの。これ便利でしょ。これね、これね、売ってたの。売ってたの。そして売ってたの。僕もこういうのが作ってみたい。僕もこういうのが作ってみたいんだけど、私こういったものを作っちゃいました。これ見えます？これはね、あの、これ、ポンプになっててね、おならをしたらね、このスイッチを押すんです。そうすると、おならの匂いをここで閉じ込めてくれるの。これは周りの人に迷惑をかけない。これはいいと思ってね、実際試してみたの。そしたら、一緒に歩いた人が、こんなのつけてる人とは一緒に歩きたくない。迷惑だっつって、違う意味で迷惑かけちゃった。なんでこんなの作っちゃった、なんでこんな、あとなんでこんなの作っちゃったんだろう。これはね、鉛筆削り器のような、爪楊枝削り器。爪楊枝をここに刺して、こうするの。そうすると、何度でも爪楊枝が使える。便利でしょ。これ実際使ってみたの。そしたらね、削ったらね、とんがりすぎて、歯茎から血が出たの。意味ない。なんでこんなの作って、なんで、あとなんでこんなの作っちゃったんだろう。自分の自伝。薄っぺらな人生だから。2ページしかない。なんでこんなの作って、なんでこ、あとなんでこんなの作っちゃったんだろう。これわかります？これゲーセンにあるエアホッケー。エアホッケーで絶対に負けないやつ。ゴールの前に置いとけばいいの。そしてこうすればいいの。つまんない！なんでこんなの作っちゃった。嫁にはいつも豆まきの時、豆ではなく、感触玉をぶつけられます。だから僕いつもこれと、これをかぶって、防いでます。これ便利。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい発明がたくさん出てきて、ね、結局でも役に立たないのもったいないね。でも面白い発明ばっかりですよね、うん、でもこうやってね、発明してると、うん、いつかは役に立つものができるかもしれない。本当だよね。仲良くしとかなきゃ、ね、そのうちバーンと売れるかもしれないよね。ね、うん、そうですね。でも一番気に入ったのは、あの、餃子包むやつ。あれ売ってたね。あれ売ってたやつ。ですね。そうですね。わかりました。はい。はい、次のお客様、はい。お客じゃないです。お客じゃないです。次の出演者。メーラーカプチーノ。はい、メーラーカプチーノ。はい、かかって来いよ。どうもどうもー、メーラーカプチーノと申します。よろしくお願いします。普段はね、男女コンビでクールカプチーノでやってるんですけれども ね、今日は特別に事務所の先輩であるレインボーグランドのメラさんにお越しいただいて、一緒に漫才やろうと思います。イエーイ、頑張りまーす。どうもありがとうございます。いやー、嬉しいですね。いやいや、私普段はね、あの、はい、まあ、とんでもねえ相方と漫才やっててね、あの、ちょっと前に出てた、何、あの、レインボーグランドの根本とかいうね、はいはいはい、あの、なんか変な服着て、変な靴履いて、変な顔して、変なバラつけて、なんか変なフリップめくって、変な字書いてたやつ。あいつとね、やらせていただいててね。はい、ちょっとは何も言えませんか。言えないです。先輩ですか。本当に地獄のような思いしてやってるんですけどね、今日はやっと、はい、まともな人たちと漫才できるなと思って。ありがとうございます。もう喜んで、もう楽しみで楽しみで、我々も楽しみです、ね、本当に光栄です。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。頑張っていきます。ウキウキしながら今日来たんですけれども、はい、はい、どうも。何してくれてんだお前は。おお、何がですか。え、何が。何ちゅう格好してんだお前。え、かわいいよね。かわいいでしょ。かわいいやろ、かわいいやろ。かわいいでしょ。かわいくねえよ。いや、渋谷用に。いや、渋谷スタイルですよ。どこで撮ってるかとか全員知らないから。渋谷用に一応ね。いや、知らない知らない。撮ってきたんですよ。漫才とか見たことない。いや、あるでしょ、そりゃ。ね、さすがに言い過ぎですよ。そう、毎日勉強勉強。 YouTube とテレビで毎日毎日見てますよ、ね、勉強してますから、うん、いや、こんなやついないだろ。いや、だからじゃないですか、隙間産業でしょ。そう、芸人は隙間産業。誰もやったことないことをやる、それがクールカプチーノなんですよ。いつも誰もやんねえようなつまんねえことやってんじゃないか。言い過ぎでしょ、本当に。心が傷つく。いや、で、なんなんその格好、コンセプトとかあんの。あるよー、あるんだよ。それは俺も知りたい。謎だもんね、知りたい、これ何だ。知りたいかー。一人ディズニーランド。何言ってんだバカ。え。
なんでなんで見たまんまじゃないですか。いや、これ俺分かりましたよ。ほら、はい、いや、分かるでしょこれ。分かるよね、高橋なら分かるね。分かる分かる。リサのことなんで分かるよねえ、なんでも分かるねーってなることは。この辺見てください。いや、イライラしかしねえ。なんでですか。可愛いでしょ。まずミッキーマウス。そうは、ほら見てください。フォルムがこうやってこうやって耳ですよ。これがミッキーマウス、国民的アイドル。何ですか。いやいやいや何このまま。ちょ、何を言っているの。ミッキーマウスですよ、ミッキーマウス。一人ディズニーランドだから。いや、よく言えんな、ほんとに。かわいいっしょ。いや、で、100歩譲ってこれミッキーマウスだとしてよ。はい、俺だけじゃん。いやいや、でもまだまだいっぱい隠れてるじゃないのよ。え、まだあるじゃないのよ。え、どこどこ。ここ。あー、これわかります。これティガー。いや、トラだよ、ただの。ティガー。皆さん知らないですか。タイガーって書いてティガーって読むんです。うるせえな、バーこっちは。あ、俺これ分かるよ。分かる分かる。何だ。これはダンボです。ダンボー、はい、まずな、正解。イエーイ。映ってねえから。あはは、ほんとだ。映ってねえからな。ちゃんとね、何も分かんないぞ。残念。直に会いに来てください今すぐね。そう、渋谷に来ていただければ。はい、 あとまだあるんです。え、まだあるの。まだあるのよ、ここ。ほら見て。あ、これ難しいな。難しい。え、これ何。グリッドぐらい。いや、グリッドグラディズニーじゃねえから。いや、そうだね。あ、そっかそっか、ごめんごめん。ディズニーだったら、あー、これ多分ね。あ、チップとデールだ。あ、チップとデール、チップとデール。ほら見て、かわいい。いや、トラだよ。わかんねえだろうけど、ここトラが2匹いんだよ。だいたいリスナスのニュアンス似てるでしょ、これ。そうですよ、ミニのバスネがあるから。違えだろ、お前。2人は仲良しってことですよね。いや、それグーとスーだよ。そう、懐かしい。皆さん、すげえ詳しいな。そうだよ、じゃない。ジェネレーションギャップ感じない。そうだよ、じゃね。あとヤンボーマーボーとかな。ね、うん、2人組って言えばね。2人組だったら何でも当てはまりますよ。当てはまんの。俺はだから違う、チップとデールなんだよ。え、チップとデール、チップとデールではねえけどな。怒りすぎでしょ。すっげえ怒ってくるじゃないですか、うん、いや、そりゃそうだろう。いや、ひっくるめて皆さん、これどうですか今日。どうですかじゃないんだよ、うん、え、どう思うんだっていう話よ、もう。どう思うんだ。もう可愛いとしか思えない。可愛い。いやいやいや、違う。本当はね、はい、違うんですよ。本当は、昨日打ち合わせしてね、ちゃんとやるネタがあったんですよ、今日。まあ、そうですね。はい。ね、ちゃんとね。俺をちゃんと頑張って覚えてきたら、はい、こんな格好できてね。え、だって可愛い格好してこいって言われたから。可愛くねえんだよ。可愛いし。可愛いよ。可愛くねえ。いや、本当はいろいろ言いたいことあったんだよ。本当はこの二人がね、このカップルで。本当に付き合ってるものどうしてね、漫才やってて気持ち悪いねっていう話とかね。そうですね。いろいろあったんだよ。ハゲてんねとかさ。ちゃんとやろうと思ったんですよね。で、ちゃんと台本覚えてね、ちゃんとみんなでね。私も覚えてるし。そうですよ。だから今からでも遅くないですよ。皆さん、やりましょう、一緒に。絶対やんねえ。え、もうやらないっすか？せっかく覚えたのに。いや、終わらせろよ。グダグダじゃねえか。根本以下だよ。またやろうね、皆さん。最高の褒め言葉です。二度とやんねえ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。このね、トリオは初めて見たけど ね、なんかでもちょっと新鮮のような感じがしますよ ね、うん、ね。でもほら、やっぱ可愛かったよ。そうよ、一人ディズニーはね、うん、ね、行くの一人で。一人じゃなくて、ほら、あ、行くんじゃなく、じゃなくて、髪型とかね、うん、洋服とか、ね、無理無理、若い子の真似しても無理。そうか、じゃあ一人老人ホームで頑張ります。老人ホーム、はい、ぴったし。ありがとう。じゃあおみかん食べて、あの番茶すすって、この背中で丸まってます。そうね、私たちにはその方がお似合いかすね。ね、次のお客様はね、はい、お客じゃないそう、お客じゃなくて、お客じゃなくて、出演者はね、はい、ちょっとね、一人ね、うん、透明人間がいるみたいよ。透明人間。そう、いやー、楽しみ。そう、うん、楽しみにしてて。楽しみ、ね、あ、どんな透明人間が出るんでしょうか。はい、はい、次は S5 かかってこいよ。イエーイ。俺たち S5 です。イエー。はぁ、皆さん見てください、透明人間が一人います。イエーイ。イエーイ。電波少年だ。イエーイ。パンク。あは。今日見てるお客さん、マジラッキーだぜ。イエー。歴史の目撃者になるぜ。イエー。2017年、超ド級のリズムネタできました。2017年、
俺ら色に染まっちゃうぜ。ウォー、身も心もクリアだぜ。イエーイ、 This is アハ、俺たちアラサー男子、略してアラダンです。人間生きてれば悩みってたくさんありますよね。もちろんアラダンの俺たちにも悩みはあります。え、どんな悩みがあるかって。そうだ、それならアラダンの扉の向こう覗いてみない？イエーイ。そしゃあ行くぜ。ワン、ツー、ウィー、ファー。10代の頃は思ってた？誰でも結婚できるって。周りは結婚、自分は独身、取り残されてめっちゃつらい。シュンビドゥビドゥビドゥバー、シュンビドゥビドゥビドゥバー。自分のことをお兄さん、そんな歳だと思っていたが、親戚の子供に言われたぜ。おじさん、おじさん、ジーザース、OMG って、オーマイガー。それでも俺たち生きている、それも俺たち生きている、それでも俺たち生きている。OMG で、オーマイガー。それでも俺たち生きている、それでも俺たち生きている、それでも俺たち生きている。OMG で、オーマイガー。昔は似合ってたスーツ、今は太ってパツパツ。信号を走って渡ったよ、2日後筋肉痛。おしっこしても残っちゃう残尿が。足が臭い、脇が臭い、寝起きの枕めっちゃ臭い。 OMG で、オーマイガー。それでも俺たち生きている、それでも俺たち生きている、それでも俺たち生きている。みんなも一緒に、それでも俺たち生きている、それでも俺たち生きている。想像以上に反応なくて辛い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 。 No more cry。 OMG で、 Oh my god。 それでも俺たち生きている、それでも俺たち生きている、それでも俺たち生きている。 OMG で、 Oh my god。 これが H5 だ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかね、それでも俺たち生きてるっていいですね。私もそう、なんか見てる人たちは多分みんな生きてると思います。ではこの次は RZ です。かかってこいよ。RZ です、よろしくお願いします。もうね、皆さんバタバタしすぎてね、本当にね、うん、こうやってまあ踊りながらね、袖でね、あのしんちゃんずっておったでしょ、うん、発明品を作った、うんうん、ね、自分の小道具でつまずくっていうね。あらららら、見たかったわ。ね、頭おかしいですからね、もうスタジオの外をね、救急車がその瞬間通るっていうね。おー、ね、すごいね、ミラクルがね、起きましたけどね。まあ、はい、RZ でやってますけどもね、はい、あの MC のあけみちゃんとですね、2人でやってるんですけどもね、はい、年齢差がありましてね、はい、もう親子ぐらいの年齢差があるんですよ、はい、ほんまにあのね、息子さんがいました。僕ね、息子と同い年なんですよ。うちの子と同じ年、本当に。年齢がね、あきみちゃんね、もう61歳なんですよ。ね、すごいでしょ、ねえ。あんた59歳に見えました、うん、同じやわ、ほんま。あらららね、アドリブだけ生き生きするんですけどね、ほんまにね、お願いします。体重がね、もう80キロなんですよ、この人。ちょっと、なんで体重に乗っちゃうのよ、ね、内緒にしてんのに、もう誰から生まれたと思ってんの。親やわ。あ、そっか。それはあんたではないからね。親子じゃないからね。お願いします。はい、まあで、僕は最近はね、やっぱこう気になることがありまして、うん、やっぱこう、なんていうの、東京オリンピックですよね。ああ、東京オリンピック。気になってんの。東京オリンピックって言えばさ、うんうんうん、裸足のアベベ。あれなん、古ないっすね。それ昔の、あの、50年前ぐらいの話やから、あら、今度あるやつやんか、東京オリンピック。今度これからの。そうそうそう。そう、気になってるんですよ。はいはいはい、それで僕やりたいことがありまして、やっぱ喋るんが好きやから、うん、スポーツ番組の実況とか、そういうのやってみたい。解説。誰だわ、やる。見てみてよ。ぴったし、ぴったし。うん、ぴったりなんや。やりたいなと思って、うん、どうぞどうぞ。体験したいなと思って。体験やって。協力させてくれん。協力？うん。私もなんかやるの、スポーツ。なんかやってよ。スポーツ？じゃあ陸上なんかどう？あ、陸上。うんうん、あ、アベベ好きやもんね。そう。陸上やるわよ。陸上でやりましょう。はい、うん、さあ、やってまいりました。東京オリンピック。場所はこちら。竹下通りで行います。どこでやってんのよ。竹下通り人がいっぱいで走れないだろうが。悠長につくむね。なんでどこでやったらいい。だから、うん、国立競技場。あ、国立競技場で行いたいと思います。さあ、明美選手頑張っていただきましょう。位置についてよーい。
フライングですね。ちょっとなんでフライング長いよ、こんないっぱい走って。おー疲れた。あーもうダメ。あー死ぬかと思った。なんでフライングなのよ。どうする。もうやだーやだ、私もう走るの嫌。走るの嫌。もう嫌。じゃあもう一回行こうか。やめてもう一回行こう。さあ、第3年に秋練習入ります。さあ、頑張っていただきましょう。位置について、よーいスタートしました。アケミ選手、まもなく第1コーナーに差し掛かりました。飛ばしております。第2コーナー先もいいですよ、いいですよ。飛ばしております。第3コーナーもありまして、第4コーナー先もいいですよ。いやー、ところで42キロ持つんでしょうかね。何キロ走らせるのよ。マラソンなら最初から言ってよね。最初から出ないんだから。気分悪い。もうやだ、私。もうやだ。クレープ食べる？だからもう違うの。竹下通りじゃないんだから。さ、ツッコミが下手なアケミ選手であります。あー、私ね。そうだな、やっぱり急に選手みたいな感じで、まだしねえみたいな。相撲土手でやってんちゃうから、アケミさん。やっぱさ、相撲よ、スポーツっつったら相撲。そう、最近ほら、稀勢の里、稀勢の里、そう、日本です、日本人のしばらく、日本人のしばらくほら、横綱でかかったじゃない。ああ、まあ確かにね。出たでしょ、だから相撲がいいわよ。あ、相撲でぴったりやしね。実況ネタやってよ。わかりました、うん、さあ、やってまいりました、秋場所。場所はこちら、豊洲市場で行います。どこでやってんの。豊洲市場じゃないの。どこでやる。両国国技館。両国国技館で行いたいと思います、はい、さあ土俵に上がります、はい、明美山頑張っていただきましょう。お、気合が入っております。お、豪快にイクラを巻いております。あー、イクラ持ってない持ってない。イクラだから私食べるわよ。塩巻いたの。食べる。うん、砂まみれのやつ。砂まみれはどう。イクラ大好き。塩巻いた。座布団を投げないでください。座布団。塩巻いたのよ。塩、はい、一面に横たわる魚に新鮮な塩を巻いております。だから豊洲塩じゃないの、うん、はい。ちゃんと相撲やるな、私は。入ってんのに相撲やるんだよ。さあ、制限時間いっぱいとなりました。はいはい、開けよう。残らない。残らないのかい。なんで、もう一つもちゃんとやれないよ。もう最後までやった。さあ、ネタの時間も制限いっぱいとなりました。いい加減にしよう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。2日目の挑戦者が終わったところで、これでありがとうございました。原作になる審査をしたいと思いますので、はい、じゃあ歌のお客様をお呼びして、はいはい、その間にあきみちゃんちょっとね、お手伝いしてもらいます。の方ね、はい、よろしくお願いします、はい、集めておきます、はいはい、じゃあ今日は誰が優先するか、ね、優勝者、ね、楽しみ、楽しみしてます、はいはい、じゃあ森ちゃんすみません、はいはい、森ちゃんこと、はい、森ちゃんこと森重さんです。はい、まあ、森ちゃんこと森重さんですね。そうそうそう。相変わらずね、はい、今年も、はい、知覧の蛍、はい、ね、特攻隊の歌をね、はい、頑張って歌っておりますけれども、はい、そうですね、今日は、はい、いつもは特攻服を着るんですけど、そうですよ、今日はなんか ね、ダンディーな感じで、今日はね、たまたまほら、監督っていうかね、プロデューサーっていうかが作った DVD があるんですよね。そうそう、一生懸命ね、うん、山梨県のあるところまで行って、はい、本物のね、戦闘機でね、特攻隊の、戦闘機それで撮影しに行ってきました、はいはい、それを皆様に見ていただきたくて、はい、あんまりほらここで目立たないようにその画面で見ていただこうということでね、わかりました、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、じゃあまず最初に私が監督が入って、その後で やってくれるんですか、はい、ありがたいことですね。です、いや今日は諦めてたんですけども、はい、じゃあお願いいたします。はい、知覧の蛍です。戦争が終わって71年、日本は71年間戦争のないとても平和な国です。このような平和な国になれたのも特攻隊に志願し自ら命を絶っていた若者たちがいたからでしょう。その中の一人、宮川三郎軍曹を語りたいと思います。宮川軍曹は新潟県出身、長岡工業高校を卒業後一旦は民間会社に就職しましたが、大空への夢は立ちがたく仙台航空機乗員養成所に入校しました。パイロットになり特攻隊に志願しました。5月に一度出撃したものの飛行機の不調で帰還。その時の悔しい気持ちを食堂のトメさんに手紙で綴っています。先輩、同期生が
次々と懺悔していく中、自分たちばかりが残るというのは心苦しいものがあります。だが決して死を早まらんつもりです。ご安心ください。必ず完治させます。そして翌月6月6日帰らぬ人となりました。それでは森重雄さんに歌っていただきましょう。作詞作曲星慶三、知覧の蛍です。お前も短い命、明日はいずこの海の底、どうせ散るなら本懐遂げて蛍になって帰ってくるよ。俺が来たなら甘酒くりゃれ、ほうほう蛍恋、ほうほう蛍恋、優しく歌ってくだしゃんせ。祖国よ愛しき人よ、命惜しむじゃなけれども、役に立ててよおいらの命、開門だけに別れを告げりゃ、涙をつるもなお生きたかし、ほうほう蛍恋、ほうほう蛍恋、よくぞ来たねと褒めやんせ。ほうほう蛍恋、ほほほほ蛍恋、おいらのことを忘れるな。
はい、素敵な歌でしたね、はい、ありがとうございました。ね、じゃあ明美ちゃん、はい、あの、そろそろね、発表ね、発表に今日の優勝者の発表、はい、じゃあ皆さんに集まってもらいます、ね、はい、皆さん集まってください。はい、ありがとうございました。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 優勝者の発表を行います。今日の優勝はしんちゃんズ。しんちゃん、おめでとうございます。一言何か。感無量、生まれてきてよかったです。どうもありがとうございます。これ投票、あのお客様の投票なんですか。そう、皆さんの、そうです、みんなの投票。ああ、ありがとうございます。今日ね、今日監督がちょっとお休みなので、はいはい、歌のお客様の森ちゃんから、はい、ちゃん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 、あの基本的に他のはいいんですか。ありがとうございます。一言ずつ、じゃあ、一言ずつ、はい、はい、じゃあ今日の感想を、はい、今日はネクタイもおしゃれですね。ありがとうございます。ね、ネクタイもおしゃれでね、毎回ネクタイ変えようと思ってるんですけどね。お金が続いたらいいね。そうですね、お金続かないといけないね。手違いないです、本当にね。ありがとうございました、ね、ありがとうございました、はい。そうですね。あ、僕らそうですね。そうですね。ネクタイとかね、いろいろ買ってあげれるように僕らもね。買ってあげれるように。年上なんでね、一応。養ってもらえるようにね。買ってあげてるんですね。すごいですね。すね、おー、いっぱい買ってもらいな。いっぱい買ってもらいます。はい、はい、はい、どうぞ。はい、ちょっと時間帯も時間帯なんでね、ちょっとなんか性欲的にこう高まるっていうかな。何の話でしょうか。スポーツして分話してくださいね。はい、いやまあ、あれですね、僕たちもネタしてるとき、相方の頭叩くことがあるんですけど、まだベトベトしてるんですよね。ちょっとハンカチもらっていいですか。じゃあ、ここまで出てくる。汗じゃないんだよね、豚汁。ハンカチの上から叩くんです。汗じゃなく豚汁だよね。豚汁です。ね、それが美味しそうだけどね、ちょっとね。豚汁は半端ないんですよ。じゃあ、根本君。あ、じゃあ、それで今日も頑張りましたね。ありがとうございます。また、あ、来月はまたコンビで出るんで、また、いいじゃねえよ、コンビだ。コンビで出るんだよ。This is the ポンコツ。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 じゃあ、久しぶりの S5 の。はい。はい、ありがとうございます。イェーイ。イェーイ。あ、いやいや、僕らの音響とかいらないんで、大丈夫です。いや、ちょっと待って、なんで喧嘩だ、おい。はい、聞いてくれよ。はい、透明人間が一人いるぜ。はい、逆に分かりやすい。これや、次回はしっかり映るように。はい、映って、逆に映ってますね。逆に映ってますね。次回は、次回はこの透明に磨きをかけて、はい、またね、参加したいと思います。よろしくお願いします。今度何色でしょうか。透明のラブ&ピース衣装。ポンコツじゃねえか。ポンコツ探しやる。 This is ポンコツ。ポンコツ。顔映ってますか、ちゃんと。もう今、この後までで恥ずかしい。しっかり映ってくださいね。レボグランドの、はい、かたまりちゃん。名前覚えた。メラさん、メラさん。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 ね、今日はちょっと違う。頑張ったね、メラさん。頑張りました。メラさんが一番頑張ってましたよ、本当に。頑張ってました。あんなお前は。叩かれたところなんかベトベトするね。ネタはね、判決の方。はい、まあまあネタは来月のお楽しみでね。はい、お二人のね。今日はね、特別ゲストが出てね。そうです、ね、そうです、ありがとうございます。はい、また違う感じでね、面白かったですよね。はい、すごいなんかラブラブなところを見せられたので、それだけでももう良かったと思う。ダメなんだよ。これダメなんだよ。最大限ベタベタしてすみません。もう大丈夫です。人前でイチャイチャできたことがもう幸せでした。いい。でもね、でもね、3人でいるとやっぱりこの2人の仲の良さが際立って良かったかもしれない。別に仲悪いわけじゃないですよね。そうです。じゃあもう来月も一緒
通にやってもらうように。そうなんですか。山田君そうなんですか。いや別に大丈夫ですよ。大丈夫だろ。はい、じゃあアルゼッタの主義。ありがとうございました。メラ君めっちゃ怒ってましたよさっき。そこじゃそこじゃあら仲いい仲いい仲いい。だってあのドアの外でね、ドアから出る前にもう絵だけで怒ってる絵見えましたもん。めっちゃ怒ってました。この後スイーツ食べ行こうね。言わねえよ、おめえ女子みたいな。言わねえだろ。あ、でも黙って。なんで言わねえもん。はい、それでは、あの時間も。ちょっと近いのにほら、ね。優勝者、優勝者の今日。カンプ用ですって言ったのに。それだけじゃ、ほら、足りないで。カンプ用ですって言ったのに。どうもありがとうございました。先ほどね、根本さんの後ろにいて、根本さんしょっちゅう振り向くでしょ。そのたんびに、微妙にいい匂いがしましたね。なんで微妙にいい匂い。女子か、女子か、女子か。なんで匂いかな。よくはないです。なんでだよ。どっか行った、どっか行った。MC どっか行った。はい、すいません。じゃあ、エンディングに行きたいと思います。のないようにごきげんよう。楽しみに。またねー。